それでこうやると、いや、あれだけ超人だったら多くも倒せんじゃねえかっていう気はしてきて、兄は行き先がわかるエスパーで、弟は死んでも生き返る準備。弟は抵抗すときですね、わかります。弟とそういう掛け合いだった。それ面白かったな。なんか嫌な感じする。怪我してるんだよ、これね、このお母さんは。お、来た。やっぱりそうなんだね、夫婦だったんだ。おー、ラム来た。また同じパターンか。また弟が。ボス戦にタコです。あ、そういうことか、分かったぞ。お、来いよ。そっちじゃねえよ。弟が主に動くね。抵抗しときながら、お兄ちゃんは見てるだけ。危ない。さて、これで。あれ？これなんかするのか？おほほ！そういうこと？さあ、行くぜ。これ完全にインディ・ジョーンズなんですけど。あ、オーブン落ちちゃう！びっくりした。弟が。焦るわ。ひどい、わらわら。ひどい、わらわら。なんという最後、わらわら。ひどい、わらわら。びっくりした。まえ。こんばんは。こんばんは。ラグったみたいな瞬間よ。なんぞ笑う。べしょまろ、べしょよ。ありがとね、バイバイ。あっちだぜって。綺麗ですな、またこれが背景が。なんということでしょう。わらわら。お、お父さん。え、親父の薬。最近。
僕たちの戦いはまだ始まったばかりだ。いい映画見てる気分。タイムリミットが。後ろに野犬がいるぞ。二日酔いの薬、毒キノコ持って帰ろう。あれじゃ腰痛くなりそうだ。危篤ですよ。あっちっちって、終わり。あ、死んだ兄貴、死んだ。シルジ先生の次回作にご期待ください。何もしなきゃダメ、こうしなきゃいけないと。一撃わらわら。狼強し。兄ちゃーん。節子。兄が、なるほど。節子。兄貴。これ離れ、弟が離れてもダメっていうね。なぜホタルの墓わらわら、皮脂化共通点じゃないわら。ね。首吊りわらわら。終わった。墓場という感じになりました。今度はずいぶん前半と打って変わって、今度はおどろおどろしい感じになりましたね。ドロップは？お兄ちゃんドロップ。こんな動く動いて暮らすんですね。わかります。みんな結構ホタルの墓はね、最近テレビではやらないようですけどね。あの共感が少なくなったりしてですよ。行ってきた。どっちだ？ここ？お、誰かいる。すいませんが、知りませんかと。この後カメラ持って病院へ。見えてないね。このアニメかなくても見れんの。あれ、何も起こらない。見えてない。夜間？夜間？どこちょ？あ、いたいた。いや、カメラガン持って病院は行きません。もう先々週でお腹いっぱいです。ただ
ありがとう。職場の早めの飲み会でした。おかえりなさい。おっと。おお。あぶれ。おお。まさかの映画的展開。マジか。水着レーザーだ。流されている。これいい、いいね、この演出すげえいい。やばくね、あそこに登んなきゃやばくね。あぶね。この程度のもんなら飛び越えれそう。着いた先は病院。病院押しすぎだから。お、また。なんで病院わらわら。アウトラストネタですね。病院は。これはまだ渡ってきてないところ。下に降りていってって感じ。なんか左側の方になんか。トローチじゃないです。灯籠みたいな、灯籠流し的な感じのがありますね。だからお墓だから、流すっていう風習があるのかもしれないですね。すごい綺麗ですね。その灯籠流し的な、死者への、なんていうんですかね、ねぎらいじゃなくて、弔いですね。でだ。DLC は、よく聞こえないな、持ってるけど。なんか折れそうな感じ。放送したネタを全部覚えてないとついていけない上級者向け放送。ああ、落ちた。この機体一緒に落ちた。持ってるの、見てたから大丈夫。おお。怖え。マジか。落ちた。あ、マジか。この展開やめれ。やばくね。うお。そろそろ乳酸の限界か。わらわら。大義、ピア。弟死なない。おお、ああ、やめて。死んだ。持ってなきゃダメなのか。そういうことか。そういうことか。おいしい。なんだよそれ。なんか動いたんだけど。まさかの妖怪が出てきた。そういうことか。手がつるんですけど。なるほど。おお。これね、今上で兄ちゃんを WASD で操作しつつ、スペースを押しているんですね。でスペースを離すと両方とも死亡っていう。で左で
右手で弟を矢印キーで操作しているという、でしかも両方ともスペースキーとコントロールキーを持ったままっていう、押したままっていう、非常にですね釣りそうな、ここで登れるのかな、まだダメかな、えマジかよ、おおやばいやばいやばい、落ちてってるこれ全部操作してますよ。捕まえられない、この世界で生きてくのはきつすぎる。死んだおい、どうやって掴むね、どうやって掴むね、どうやって掴むね、どうやって掴むの、こんばんは、こんばんは、これどうやって掴むの、初見殺したすぎるわら、これどうやって掴むの、掴めないんだけど、コナンとラナ思い出す、これ掴めないよ、掴めない掴めない掴めない、マジ掴めないから、スペース押してるんですけど、オールニードイズキルみたいになってるよ。いやね、どうすんの？スペースキー押してもダメなんですけど。おい、これ、どういうこと？弟の方動かせないの？動かせない。兄貴は出生前のすごく運搬できない。はないの？手前か。手前ってことか。これ、三次元ってこと？もしかしての。嘘。いやー、これ難しい。ちょっと一回スペースキーを押すとどうなるか、きついのはどこでも同じ人生の基本できることをする、離すとキーを離すとこんな感じでしょ、これな、これ謎すぎるぞ、三次元だと思う影的に、ハートオブダークネスみたいだな、この感じ。なんか軸ずれしてるよね、軸ずれしてる。あ、今いけそうな感じだった。先に下回んなきゃいけないのか。途端に難易度が上がるのは両限の常識。あはははは、捕まえた、捕まえたよ、捕まえた、後ろに回り込んで抱え込み、やった、捕まえた、大好きホールドまであとちょっと、
なんか今のおさんくさかったわ。ちょ、こいつら体力無尽蔵だな。だけど走らなくなりましたね。さすがにもう。なんだろうこれ。なんか人の手みたいのがある。なんだこれ。なんだこれ。え、なにこれ、なにこれ。弟の経験率がひどいわらわら。なんだこれ。ママ？お釈迦様？ママでした。お釈迦様かな？超大型巨人。マヤ？弟だけの世界。母ちゃんでした。あそこに転がるのは父ちゃん。だからこの世界が夢の世界なのか。おママイ。ママ。ああ、なんか嫌な予感がする。なんだこれ。父ちゃん。なんだこれ。お父さんに。おお、殴られてる。何これ、君も、こんばんは。50メートル級の中田巨人。なんだこれ。巨人って、ガクガク、グニャー。え、死んだ。お、びっくりした。お兄ちゃんの身長は160センチだぞ。おお、びっくりした。大丈夫か？ああ、走れるようになりましたね。だから歩いてたからおかしいなと思って。びっくりした。なんだ今の。割とホラー要素入ってたか。夢か、よかった。いや。なんか嫌なシーンが見えましたけども。というやつか。危ない状態だ。ちょっと、ちょっと遠い。すごい夢だな。兄弟愛が深まったな。椅子を蹴るんや。1時間40分経過。お待たせいたしやした。いやー、なかなか右下に変なのが見えますな。シルビさんがいない今のうちに遠隔で進めるかわらわら。よし、行きますよ。どっちだろう。あったあったって左側を指してるんですけど。バッドエンドとかやめてね。おお、おかえりなさい、こんばんは。ちょっと眠たくなってきたけど、最後が気になる。おお、
おうおうおお、人が死んでる。ああ、家が焼けたんだね。で、家族が、奥さんと子供が焼き死んでしまった。これで終わりはどうなるんだろうね。から、もう絶望して、という感じでしょうか。このお父さんだけが生き残ってしまったっていう足跡を見るとそんな感じですな。ワリラ、ハイ。ワリラ、ハイ。なるほど。ほっといたらあれ死んじゃう感じでしょ？いやー、後味悪くなる。危ない。危ねえ。これなんだこれ。これで。上がりすぎじゃね？